にちは、久保です。今日はですね、皆様にナイトライダーヒーローズという映画の紹介をしたいと思うんですよね。まあこれは正確にはね、映画になってるわけではないんですけども、なんかプロモーションだけがあるんですよ。で、今この動画をちょっと切り替えてね、ご覧いただいてるわけなんですけども、ご覧のようにマイケル・ナイト、デビッド・ハッセルホフさんご自身がですね、この新しいキットと一緒に、新しいって言ってもあの83年のですよ、当時のキットとともに何かドラマを始めるんじゃないかなということで、プロモーションのサイトができてるんですよね。で、こちらの方に、登録フォームがありますんで、メールマガジンの登録フォームから私も申し込んではいるんですけども、連絡は特に何も送られてきていません。おそらくですね、2020年に、まあ、ナイトライダーが、当時のね、車体を復活させて、AI と電気自動車ってものを組み合わせて、新しい、キットとしてですね、オリジナルのキットとして、マイケル・ナイトさんね、この60代ぐらいですかね、今ね、マイケル・ナイトを扮するデビッド・ハッセルホフ、逆か、デビッド・ハッセルホフさん扮するマイケル・ナイトがまた新しい事件をね、どんどん解決してくれるのかなというところでございます。私どっかのコメントで読んだんですけども、やっぱね、いろんな、ナイトライダーの続編がある中で、マイケル・ナイトさん自身が言ってたそうなんですよ。やっぱり俺がキットに乗らなくちゃってね、そんなセリフを、そんなことをね、言われてたの、どっかで、ちょっとね、思い出したんですけども、まだこれ不確かですけどもね。で、まあ、いろんな方に聞くと、まあ、言ってるだけでやんないんじゃないのみたいなこともありますけども、当時と違って今ね、YouTube がある時代ですから、もしかしたら、デビッド・ハッセルホフさんが、ご自身でね、ご自身の予算と監督責任を持って何かを始めるんじゃないかなというふうな希望的観測でございました。とりあえずこちらのメールマガジンの登録フォームから申し込んでおいて損はないと思いますんでね、なんかアクションがあったらまたお知らせしたいと思いますけども、皆さんの方でもなんかご存知のことがあったら教えてください。それではまたよろしくお願いします。